えるんですね。そうですね。オリベは。オリベの、はい、すごいなんか流れて。釉薬がこう。釉薬が流れてる。はい。で、なんか、なんか明るい、なんか入ってるんですね、絵が。そうですね。いつ頃のものですかね。これは、そうですね。これはクローレですね。茶碗。茶碗。すごいクラシカルな。そうですね。オリベ。はい、オリベ独特のこう模様だったりとか。うんうん、ちょっと壊れてる。残ってる。なので、うん、はい。シノ。シノです。それは。有名なシノですね。そうですね。小皿？そうですね。瀬戸黒ですかね。あ、瀬戸黒、はい、ごめんなさい。ごめん。逆に、はい。茶碗。また茶碗ですね。そうですね。これ茶碗のかけらですね。うん、瀬戸黒は暑いところから急にこう。うん、ああ、本当だ、はい、ここになんか模様があるんですね。そうですね、模様がなんか見えますね、うんうん、あ、これは下の、うん、なんだろう、これはなんか飛び出てるところが、あ、ここはなんかひっついたんですかね、うん、ここ、うん、何か、はい、ひっついたんですか。お、なんでしょう、シノ、またネズミシノです。ネズミ、あ、はい、ネズミの色？あ、そうですね。ネズミのグレーがかっている。うん。これも、あ、これはなんか竹ですね。そうですね。じゃない？うん。葉っぱとかなんかこういう感じ。うん、あ、葉っぱもありましたね。うんうん、あ、これすごいこの、はい、あの貫入。貫入ですね。貫入という言葉ですね。忘れちゃった。はい、ここの中に。入ってるんですね、あの薬が、はい、うん、蜘蛛の巣みたいです、うん、はい、今度は天目茶碗、はい、天目茶碗、そうですね、天目は、まあ、そういう形ですね、うん、独特の、うん、はい、これはその灰薬ですか、はい、そうですね、釉薬もこれかかってますね、うん、はい、それ灰薬じゃなくて鉄釉じゃないの、鉄釉がかかってくる、あ、黒っぽい。